ここがまあ今ゾーンっていう感じですね。そしてこちら、このソファーですね、牢屋のソファーですね。監督ラボ始まって以来一番再生されたソファーですね。ただもう結構色が黒ずんでて、これはちょっと今回ですね、新居には持っていかない予定です。本当にありがとうございます。これはもう前の家から使ってるね、折りたためのテーブル、なんやかんやでこいつ使えるので持っていきたいと思います。また、まあ、白がいいよね。ゴミ箱ですね、まあ3つね、色分けできてて、かつこのローラーがねついてるので、買わせていただきました。こっちがペットボトル、燃えるゴミ、燃えないゴミというボケでやっております。でこっち側行きまして、この白いですねテレビボードは牢屋でございます。これもめちゃくちゃ気に入ってますので、興味がある方は動画概要欄を見てください。テレビ、テレビ何型だろう、42かな、まあ、ネットフリックスとかアマゾンプライムを見ております。こちら、これは動画に出したらないけども、サウンドバーがですね、こちらと、あとはこの重低音のサブウーファーがついております。ジェイコムですね、ほぼほぼ使ってませんね。はい、そしてこちらにロケットブックと、いろいろと、まあ、キーボード系とかありますね。そして一回も使ってない、ライバーになろうとした時に買ったやつ、ほっこりかぶってる。あ、そして最近もこちら使ってない、あのフィギュア回すやつ。そしてプレイステーション4、どんなやつだっけ。あ、いろいろと中ありますね。ここは、あ、ただですね。で、もう一人暮らしとかも全人類でおすすめしたいお掃除ロボット、ユーフィー。声操作で移動します。アレクサお掃除というわけで、こうやって自動的にこうやってお掃除をしてくれます。でも今回はもういいので、はい、帰りましょう。はい、帰って、帰れるかな、頑張れ頑張れ、さあ行けるか、頑張れ。こんな感じで自分で帰っていきます。一発 OK じゃないこれ、あ、失敗した。でここにいろいろリモコンが、そしてこのパソコンですね、まあ、23万かな買ったパソコンですね。でそろそろ新調したいなと思うんですけども、結構ほこり溜まってるので、あのスプレーしましょうね。はい、そしてこちらも確か動画で出したやつかな、いっぱいコンセント挿して、かつ USB も3つポートが付いているので、めちゃくちゃおすすめでございます。でこのまま横移動しましょうか。こちらがもうね、編集ゾーンでございます。確かこのモニターだけ動画出したのかな。であとモニターが3台ですね。で基本編集はここでなんか編集の画面出して、ここに映像を出して2画面体制で、インターネットとか画像とかを出して、まあ、基本この3つで編集しております。これ動画出してないけれども、スマホねちょっと充電できるやつですね。めっちゃ遅いんですけども、たまに使ってます。はい、みつりちゃんでございます。なんかすごい気に入って買ってしまいました。スピーカーですね、左と右ですね。これ結構重低音でおすすめでございます。でこちらも1、2、3、4、5、あと右左と押し込みとかゲーミングマウスでございます。ただねこれデメリットとしてはちょっと重たいです。ただ結構使ってます。はい、そしてこちら動画で出しましたゲーミングチェアでございます。ちょっとねこれやっぱり皮がね硬いので、今とりあえずこれ2枚重ねにしてます。この椅子も別におすすめ品じゃないんですけども、何回で前の家から結構使ってますね。とりあえず2つ椅子を置いております。この下ら辺がねごちゃごちゃしてんだよな、コード。うわー汚い、ここら辺綺麗にしたい。そして裏側を見ますと、モニターを2つつけております。あ、ちなみになんですけども、こちらもですねディスクの下をきれいにしたいがために、こういったねモニターもつけてみて、こうやって移動させることができます。また、まあ、ほぼほぼ使えないんですけども、こうやってね縦型に、あ、ちょっと引っかかるんですけど、縦型にしてやることもできます。手元を見ますと、これも動画出してないけども、めちゃくちゃおすすめなショートカットのボタンです。あった方が爆速になります。そしてキーボード、まあ、このキーボードそろそろ変えたいね。もうハゲてるし、もうめちゃくちゃ気に入ってるんですけども、そろそろ変えたいなと思っております。そしてもう編集すると痛いので、こういうプニプニ素材のやつと、天元さんのグラスですね、リゼロですね。はい、これダサいな、うん、100均でとりあえずウォーターサーバーの水飲む時にやってます。これね、あー、これ動画撮影したけども作ってないや。はい、こちらにですねヘッドホンと繋い付きのエアコンですね。そしてここにマコモのストラップがありつつの、ワンピースのペロナの幽霊ですね。これは買ったのかな、これめちゃくちゃおすすめです。エアコンにねこうやって立てかけるグッズで、ここに洗濯物とかをですねかけたりとかしております。でそして備え付きのストーブと、そしてこれ動画で作りましたね、まあ、腹筋とか鍛える時に使うやつですね。ただねこれね結構ね色がね染み込んでんだよな、これ実は赤いじゃん。これねちょっと失敗したなと思ってます。ニトリのカーテンでございます。結構これ高かったんだよね。この白いやつも、これも確か両方とも確か動画で撮ったような気がしましたね。でもねやっぱこれ1回だからかもしれないんだけどもね、ちょっとあまり汚いんですけども、もう結構カビてんだよね。まあ次2回なんで、カビから解放されるのかなとちょっと期待してます。はい、でこちらオシャンティ、これはねちょっと持っていきたいなと思っております。名前忘れたんですけども、はい、この家なんとですねベランダがついております。ちょっと行きましょうか。よいしょ。出るな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 
よっ、でよし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 、もう足黒くなるんだって。夏の時はここで折りたたみの背中を避けれるチェアをね置いてちょっと本読んだりとかしてね。左用のプラジオンという加湿脱臭ができる脱臭源かな、これも確か動画撮ったね。そしてウォーターサーバーでございます。その前にちょっとレンズはね、こちらこのねフィギュアケースも確か動画撮りましたね。かなり気に入ってます。ただこれね一箇所ね取れるとねもう全部バラバラになるんでね、気をつけてください。というわけでもうウォーターサーバーね買ってよかったね。もう必需品ですね。で見てください、なんか黄色くなってるんですけど、これはですね最初からついてるっていうわけではなく、こいつがこのねハンガーが倒れてここに当たったというね、もうこの黄色い部分とこれねもう剥がれないです。はい、そしてこちらパソコンです。電源だけでもつかなくなりました。何が原因かわからないんですけども、なんかつかなくなったのでちょっともう一回ねセカンドパソコンとして使いたいなと思っております。でこちら、こちらもねニトリのオーダーメイド、この模様じゃなくてこのサイズね、窓がねバカでかいね、もうオーダーメイドカーテンとして今回こちらね、まあ寝室に近いというわけでこの後紹介する寝室なんで、まあ、黒っぽい感じめちゃくちゃおすすめでございます。ちなみにこちらはカビてない？あ、これカビてないな。これちょっと持ってこうかな。はい、そしてこちら動画企画でやろうと思ったんだけども意外やらなかったロングボードですね。これねもう動画で見てスイスイやってて、あやりたいなと思ってマイロングボード買ったんですけども、近くにその滑れる場所がなかなかなくて遠くてやってません。はい、でもなんかいつかやりたいなと思っててまだ売ってません。はい、これは牢屋だっけな、多分牢屋。はい、まあ、服類を置いてるんですけども、めちゃくちゃ軽くて、組み立てもほぼないので、めちゃくちゃおすすめです。で、1、2、3、4、5段あります。まあ、いろいろごちゃごちゃ場所ですね。なんか、書類とか、本とか、テープとか、ハサミとかね、ナビの毛取りとか、ガムテープ、財布、マスク、ベッドティッシュなど、いろいろなすぐ使えるものを置いているコーナーでございます。はい、そしてこちら、ナビーの小屋でございます。ちょっと汚いのであまり見せませんが。で、今ナビーはこういうね、餌入れにドッグフードを入れてます。これめちゃくちゃおすすめです。動画は作ってないけども、ちゃんと密封もできて、いちいち袋から入れて、また口閉じるってこともなく、外して、ここでバラバラバラって入れるので、これほんとめちゃくちゃおすすめです。今ナビーのボールとか、ご飯とか入ってます。これはね、ティッシュを中身だけを入れています。結構これ気に入ってますね。で、ここ何かと言いますと、これはフェイクです。ナビの服がいっぱい入ってます。ちょっとこれ減らそうかな。レーザープリンターですね。まあ、脚本とか、こいつで、多分これ10年以上使ってるかな。そろそろ買い替えかな。とシーツとおむつですね。本とか、もやしの方いっぱい買ったんですけども。で、先にちょっとこちら行きまして、はい、これ100均で買ったね、なんかナイロン袋やってナビでトイレ行くときに、ふん袋として、で、ナビの紐と、これはまあ多分捨てるかな。もう今、中身も空なんですけども。で、なぜかボールと。あ、ちなみにこの板なんですけども、これはもうナビがねこっちに行っておしっこしないようにガードとして使っております。で、できるだけ部屋を広く伝えていくために牢屋ベッドね、これも動画で紹介しましたね。この2階がねこんな感じでございます。これ確かニトリかな。で、バカでかいベッドなんですけども、気に入った部分としてはなんとですね、見てみますよ。アレクサ、寝室の電気をつけて。はい、ありがとうございます。というわけでちょっと明るくなりました。ここでその監督ラボの照明機材が2つ置いております。それが書類が貼りつつの、ここはちょっと今ね物をギシギシに詰め込んでるんです。服がね監督多いので足りないというわけで、今回こちらじゃじゃん、パンパン詰まってます。このロフトベッドの下なんですけども、服を収納できる、詳しく見たい方は動画作ってるので見てほしいです。がっちりしたポールが、ほっこりすごいな。服のショーウィンドウみたいな感じで白系の明るめの服を入れております。で、下もね結構ねいろいろと物を置けるスペースになってて、かつこれ車輪ついてるので移動も簡単です。まあ、基本こっからは動かさないんですけども、こちらはね暗めの服を置いております。今回このロフトベッドに関してはさよならをしようと思ってます。これもねさよならしたいと思っております。このね牢屋、これもさよならします。で、フィギュアケース、こいつこの真ん中のだけをちょっと場所がね取るので、さよならをしたいと思っております。まあ、あとは基本は持っていくかな。はい、監督ラボ2023年の家、紹介させていただきました。そうそう、照明もねこれは備え付きで見えてます。約10ヶ月かな住みました。だいたい40畳ぐらいの家です。個人 YouTube をやるために契約した家なんですけども、本当にね気に入ってますね。はい、というわけでこんな感じでですね、新しい新居についても備忘録として出していきたいなと思っております。そしてあと新居もね、家具が何もない状態で撮影する動画と、荷物を持ってったバージョンのね動画も記録として残していきたいなと思っておりますので、興味がある方はですねチャンネル登録をポチッとして待ってください。まあ、必ず出したいと思ってますので。では、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。
で、ナビどうした？大丈夫？これ撮ったら絶対怒るよね。これちょうだい、これちょうだい。